じゃあなんで体力残してるかっていうと、やっぱさ、俺ね、決めてるの。今年の、今月の28、29、土日に俺36時間配信してやろうと思って、俺今、もろの気持ちなのね。まあ、やっぱ年齢的にも、本当にもう、長時間配信きついなって、やっぱ思ってるんだけど、あの女のために残して、あの女のために俺最後の力を残してるのね。魂の奥の方に、電池の残量隠してるの、こうやって。だから、元気じゃない？比較的。でもさ、まだ何やるか決まってないんだよ。何やるか。ちょっとなんかみんなでさ、今度ニコ生で考えない？何やるか決まってない。今までさ、結果として長くなっちゃった系の長時間配信はあったけど、これぐらいやりたいっていう気持ちでやるのって初めてだから分かんないんだよね。今度決めよう。マジで。近々。ちょっとこれみんなもさ、なんかいい案あったら、俺ずっと考えてたんだけど、しかも日にちも決めてたのね、俺。28、29。ほんでもうぐずぐずになって、溶けてバキバキの状態で、30日、どうもーって、こういう、どうもー、そのまま36時間やった後、30日の配信もするから。どうもーつって、半死半生配信したいのね。相談したいわ。ね、タイムリミット系がいいよね。この時間、土曜日の昼12時から日曜日の夜24時までの間に何かをするっていう。前だったらさ、ライバルズやったじゃん、そういうの。で、工作グランプリもやりたいの。だけどもう2週間しかないじゃん、工作グランプリっていうか、もうそれも、くぅでもちょ、まあね、その件についても、その、長時間配信の件についても、もう明日のいないで終わってからしよう。今はもう、死ね、お前らが。お前らの個性が死ね。置いとこう。できないから。体1個しかないし、心が1個しかないから。36時間雑談しろ。それもいいけどさ。なんかじゃあテーマを持ってやりたいわ。すごい長くなってそうじゃない？もうスクラム組んで配信してるよな。おい、俺たちほんと友達だよな。一番楽だわ。いや、雑談だったらネタ切れることねえだ。だって雑談なんて無限に視聴者からのトークテーマが押し寄せてくるじゃん。だいたいクリア時間40時間ぐらいのゲーム。40時間ぐらいあればワンチャンクリアできんじゃねえかみたいな。募集してます。これは今度決めるね。今多分決まらん、すぐ。